コンザオのきつね村、コンコン楽しいきつね村、コンコンみんなできつね村、今度の休みはきつね村。はい、わっきかいやまちゃんだよ、ほらいらっしゃい。どうもどうも、おはよう。おはよう。はい、今資材に来てます。グッドモーニング。 I'm name のりちゃん。のりちゃん、はい、では抱き方を教えます。枕を作ります。日本語でやるからね。で、はい、これこうしてます。ちゃんと見てよ。そしてここの手をここに添えます。こちらの手はここに添えます。はい、ギュッ、タイトホールド、タイトホールド、わかる？ギュッ、こんなに強く抱くの？ギュッです。はい、はい、フォトスタイル、腕をちょっと上げる。お顔映るでしょ、ね、お顔映るでしょ。暴れ始まったなと思ったらこの手が自由になります。こちょこちょこちょこうしてください。そしてね、気持ちいいです、ね、皆さんもう撫でられると気持ちいいですよ。キツネも同じです。だからちゃんとこう暴れた時ね。はい、では始めます。はい、いいね。はい、アップタイム。はい、尻尾までちゃんと取らないとキツネさんかね犬か分かんないけど、キツネはね尻尾が命です。お顔だけだと、ね、犬と間違えられるね。はい、いいね。はい、はい、アップで取りましょう。頭とか撫でた方が好きなの？キツネ。うん？本来なら撫でられない。味ないけど。あむ。リリシね。そう。あむ。あごくい。すごい濡れてきた。濡れてきた。手が濡れてきたんですけど。さあ、ね、あのキツネ村にお越しいただきましたお客様にお話をお伺いしようということで、よろしくお願いいたしますね。お二方は今日どちらからいらっしゃいました？東京からです。東京から。いや、ずいぶん広いですね、東京って。ねえ、どうですか、一年の日、まずはワクワクする。もともと東京からですか？栃木の出身で、そんなに気深いところで。あ、そうですか。私は日光からなんで、そこそこ雪が降る。日光って雪降るんですね。あの、見ざる聞かざる言わざるところ。そうですかね。さて、あの、お二人、宮城沢キツネ村、今すぐ騒いでますけども、はい、今日は何回目ですか？初めて、はい、何で知ったんですか？はい、なんかツイッターですごい話題になってて、それで見て、私には本当に死ぬまでに一回来たくて。そう。そのタイミングで今日あったみたいな。今日あったみたい。よかったね。まあ実は、まあ、今回の放送か、まあ、別の放送か分かりませんけども、キツネ大会の時にね、インタビューさせていただいてね。あ、したっけ？え、まだ。あ、まだしてない。知らん人間違えちゃった。じゃあこれ立ってね。ねえ、そうです。あのね、キツネは、なんかもう死ぬまでに一回、ちょっと見ちゃいました。見ちゃいましたけど、これからも頑張っていきたいと思います。どういうところが、キツネは。顔ですね。顔結構見てるとシュッとしてるから、あの逆に怖いイメージがあったりとか。怖いイケメンだと思う。マジで。すごいな。いや確かにね、イケメンいるね。なんかイケメングランプリやってもいいかなって思っちゃうんだけど。キツネも顔違うよね。違う。一匹一匹。なんか特にシュッとしてかっこいいな。
たちょっとね、あの可愛い感じの丸っぽい感じの子もいる。あ、キツネ顔似た男性とか好きになってる。キツネ顔似た私はチョウス。チョウスよ、あら、そうですかね。まあ、俺若干タヌキ顔なんでね、残念ですけど、あ、そうですかね。さて、じゃあこれからキツネ顔で、今餌やりをしてみた、していただいたんですけど、どうですか、キツネ顔して。もう顔をすぐあの上から見られるのですごい楽しかったね、みんな可愛らしく下から見上げるとね、すごい可愛らしく感じるからね。そうですか、いやいいね。今日はあれですか、その東京から来てキツネ村行ってで一旦泊まって帰る感じですか、ね、この後は蔵王かなんかお泊まりですか。そうですね、ちょっとまたキツネ村の話に戻りますけど、キツネもいろんな種類がいまして、いました、こんな種類。しましたびっくりしました。白い子も黒い子も、あの黒いのは銀ギツネってね、ちょっとなんか童話かなんかで、ね、見たこと聞いたことあるような。白い子はホッキリツネっていう、ね、急になんか海外みたいな名前なんですけど、あ、まあ、その他で俺のことは青ギツネ、いろんなキツネがいるみたいなんですけど、白い子はそうですね。調べてきたんで、逆には僕村長してるまだちょっと短めなんですけど、実はこういう習性があるよっていう。僕一つあるんですよ、言ったら。キツネは犬かな、犬同士なんですよね。だから非常に縁起のいい、はい、今年でよかった、今年でよかった。はい、他にあった。まあ、とにかく顔が好きだから、シュッとした顔、イケメンを探してきたわけですね。そうですか、わかりました。ではね、あの時間も限られてると思いますのでね、はい、じゃ楽しい宮城の旅を、それできついと振り合ってください、ね、はい、フライ体験は午後2時からでございます。ありがとうございました。本日はですね、東京から来ていただきましたお二人、お友達で、おー、高校の同級生、急にね、マイクを受けたり、あー